変形ですね、ツインセルマックスっていう包丁ですね、ツビリングシリーズの、一番高いレベルの包丁なのかな、これが。マイクロカーバイドステンレスっていう日立金属の、ZDP189 という鋼材らしいんですが、鋼の鋼材と比べても非常に硬い、ステンレス系の中で一番硬いレベル、そういう鋼材を使っております。でこの鋼材は、とっても硬いんでですね、硬すぎるので砥石を選びます。これが一応焼結系の砥石の中では一番粗い120番っていう砥石なんですけども、これだともう滑って刃がかからない、ガラスの上で研いでるような感じ。逆にもうちょっと柔らかめの粒子の粗さより、結合力の柔らかめの砥石がいいと思います。グリップが、なんだっけ、積層模様のグリップを使ってるんで、うん、でも大丈夫かな。この系統の赤いグリップのやつは、もっとここの側面の、ここのところがモコッとしてるんですよね。ここがもっと膨らんでた、それで使いにくい。これは膨らんでないんで、そんなに持ちにくくないですね。前持ったやつはえらい持ちにくいなと思ってたんですけど、こういう指差し握りだとね、そんなに気にならないんでしょうけど、こう握るとね、ちょっとお腹が、ここがモコッとしてるとお腹が手のひらの腹に当たっちゃうんですよ。それがなんかね、で研ぐときは主にこういう風にグリップするんで、グッと握り込んじゃうんで、その時に腹に当たるとすごい持ちにくい印象が強くなる。この絵材だけでも数千円する、えらい高い。こんにちは。近所のお母さんと女の子。方針ですけれども、結構しっかりコバをつけて、こう立てて研いでる感じ、起こして研いでる感じ、これぐらいかな角度なので、とにかく厚みを、縁の方の厚みを抜いていきます。それとこのいわゆるバードピーク的な切先、これはどうしようかな、上に上げるかな、うん、上に上げるだな。でも峰側からもちょっと削って形をちょっと整えます。後の刃道はちょっとなんか太鼓腹になってますけども、太鼓腹直そうとしたらこの辺の鋼をすごい減らさないといけない、もったいないので、大雑把な刃線はこのままでいて、シェイプに関しては切先だけ直します。で研ぎ台がガタガタ鳴る時っていうのは、だいたいこの側面の厚みを抜いてる時です。あんまりね、強く押し付けて研ぐのは良くないですよっていう講習の時もそういう風に言ってるんですけれども、厚みを抜く時にはやっぱり強く押した方が効率はいいんでですね、こういう風にはなります。強く押し付けると問題になるのは、やっぱりここをグッと押して研いでるんですけども、ここだけが減るので、少しずつ指を当てる位置を
ずらしながら研いでおります。で砥石もね、普段の研ぎで高い場所と低い場所とできてしまうんで、なるべく高い場所を使って減らす。あとは割り込みの包丁の場合は鋼が出てる面と出てない面というのがあるんで、これはこっちと比べてこっちの方が出てない、裏の方が出てない鋼が、分かるかな、刃境線から先の方、まあ、こんだけねそれでも出てたら問題はないんですけれども、どっちかっていうとまあそういうのを見てこっちの方を多めに減らそうかなと、そういうことを考えながら研いでおります。今は厚みを抜いているので、破線が当たらないように研いでいます。次ベスターの700番です。この砥石は中砥石の割に結構傷がくっきりつくんですね。特素があまり出ない20年前まだスカパラないでしょう。ありましたよ、東京スカパラダイスオーケストラですよ。スカパラね、あったの20年前に。へぇ、今日のね、
あんまり僕あの練馬の人間なんでこの辺詳しくないんですよ、はい、今2000番で解いてます。特捜を流したくないときはスプレーで、ザブッと汚れを流したいときはこいつを使います。ドブドブっと、そういう使い分け。こんな感じになりました。